大野のり明治19年10月5日は、江戸時代後期の時計師、造兵領義師。江戸神田で家業の時計師を営み、幕末福井藩に飯抱えられ、幕府海軍のカオランダに留学し、帰国後大阪造兵領で技官を務めた。文政3年1月28日、江戸神田松江町の時計師大野家に生まれた。祖父や五郎貴定、父、や三郎ろ之も時計師で、 伊能忠敬に測量器具を提供したことで知られる。高下2年父の利幸が死去し、家督を継いだ。家営2年横山町3丁目、玉屋秋次郎の測量器具の引き札が残っている。安政2年、名道館を作った福井藩に召し抱えられて、本所中の里の下屋敷に住み、ゲベール銃等の製作を行った。安政4年アメリカ合衆国都来の電信機を、 浜御殿で実演した。アムステルダムで下宿した建物。現在、ビラジ・イージクトとなっている。文久2年幕府海軍が、オランダ留学団を派遣する際、公開用クロノメーターの製作技術を学ぶため一団に、加えられた。船大工、上田虎吉とライデンレーベンダール346番地に同居し、ライデン大学教授フレデリック・カイセルに、天文学。 ヨハン・ヨーゼフ・ホフマンにオランダ語を学んだ後、1864年9月3日、アムステルダム市、トーレンス定ヒ381番地に移り、アンドレアス・ホーブ、アブラハム・ファン・エム・デント・ケーで、時計製作を学んだ。慶応2年10月25日海洋丸に乗り、慶応3年3月26日横浜港に帰国した。 慶応4年6月5日大上官により、貨幣士に出資し、6月20日工作方、判事、明治2年3月10日、造幣料機会方、9月12日造幣検定、明治8年10月15日造幣中技官、明治10年1月31日造幣小技士、明治13年1月20日中技士、明治15年6月13日大倉三等技士を、歴任した。 造兵寮では、校内道採区所、六路所、谷屋所で、小型機器類の製作を指導した。明治13年4月即式吉見が、ジュネーブ時計学校への留学、パテックフィリップでの実習を終え帰国すると、区内省より2500円を得て、天満川崎村日の口に、時計工場を設立したが、間もなく閉鎖された。明治19年2月5日、非職となり、 10月5日、小石川区水道町35番地、長谷川隆方で病死し、10月6日、正六位に上された。墓所は、大阪市北区大阪施設北霊園。遺族には、着南紀吉美のほか、三南菊吉、長女少女、秀、次女、小泉美音がいた。明治19年10月、遠藤金助により、桜宮神社に、大野則近くん記念の石踏みが建てられた。 ただし、吉見の小じかは、明治11年11月2日に生まれ、プリンストン神学校に留学して、牧師となり、昭和15年2月4日死去した。その子直道は、見直しで、司会を改良し、その子直ともこれを継いでいる。ありがとうございます。